アイスランドの大統領では、大西洋北部に位置する共和制国家アイスランドの元首である大統領について記す。共和国発足時の1944年6月17日に施行された憲法により規定されており、憲法制定と同時に初代大統領が誕生した。以来2011年までに女性一人を含め5代を数える。初代大統領が任期中に死去した際、 一時的に空席となった。憲法の規定で、大統領が何らかの事情で任務を遂行できない場合は、首相及び最高裁判所長官が代行する。大統領皇帝は、レイキャビークに近いアウルトネース半島にある、ベッサスタージルと定められている。また大統領は、ファルコン勲章のグランドマスターでもある。大統領は、国民の直接選挙により選出される。 任期は4年で、再選制限はない。大統領選挙に立候補するためには、35歳以上のアイスランド国民であり、1500人から3000人の有権者による推薦を受けなければならない。大統領選挙への立候補者が複数の場合は、投票が行われ、最多得票者が当選する。立候補者が一人だけの場合は、その一人が無投票で当選を決める。 アイスランドは議員内閣制の共和国である。大統領は象徴的な役割を果たすに止まり、実際の行政は首相を率いる内閣によってなされる。大統領の権限は外国の中アイスランド大使の新任状摂授といった国家元首としての儀礼的なものに限られる。大統領は形式的に首相、閣僚の任命権や条約の締結権、 アルシングで可決された法案への署名権などを持つが、いずれもアルシングの方針に従う必要がある。アイスランド、エスプレジデントターンズダウン、エーマンスリーペイインクリースオブ5300アメリカドル。テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。2004年5月に、オラフル・ラグナル・グリムソンが、アイスランド共和国成立以来初めて、 アルシングで可決された法案への署名を拒否したが、省庁大統領の権限を超えた行為であるとして、議論を巻き起こした民選で就任した女性大統領としては世界初。ありがとうございます。